飛んできたよ、だって。ありがとう、嬉しい。今日 BLT が届きました、ありがとうございます。なんか BLT ファンの方がなんか今買いたいってなったけど、なんか完売してて買えなかったって言ってたんですけど、買えないとかないですよね。多分買えますよね。どうなんだろう。でもなんかツイッターとかでその注文できませんみたいな、完売しててっていう、なんか楽天のやつかな、そうあったけど、で買えますよね。多分買えないってことってないですよね。なんか書店とかだったらその売り切れてて買えないいいとかあるかもなんですけど、あ、セブンネットは完売してますだって。特典付きが完売してる。あ、そう、なんか特典付きが買いたいけど買えないって言われるけど、買えないってこと、はい、買えないのか。あ、セブンネットで一度完売したけど追加してくれました。あ、なるほど。じゃあ追加待ちってことか。じゃあ買えなかった方はその追加されるのを待つしかないってことですよね。なるほどなるほど。福岡は多分もう届いてるんじゃないかしら、きっと。なるほど、そういうことか。ねえ、買えない方はぜひ買えたらいいな。うん。ポストカードなくなり次第終了と書いてあったよ。あ、そうなんだ。じゃあダメじゃん。そっか、ポストカードはなくなり次第。あー、じゃあ早めにだね、これから。つらい。それは追加できないのか。じゃあこれ勉強になりましたね。これからは早めに買わないとなくなる。なくなるですね。なるほど。ゆりちゃん、みくちゃん、初めて来た、かわいい。あ、ゆりちゃん、ありがとう、初めて来てくれて。やった。今日の服は、今日パジャマです。なんか光でわかんないんですけど、ピンクと白のしましまパジャマ、下も一緒、ペアで下も一緒のパジャマです。髪伸びましたね。すぐに売り切れるのすでに知ってました。知ってたんかーい。知っとったんかい。それはさすがですね。暑いね。皆さん暖房、今日暖房デビューしたんですけど、皆さん暖房をいくつにしてますか、数字。ずっと冷房してて、で今日暖房デビューなんですよ。したらお風呂上がりやから暑くなってきたんですが、21度、21度、暖房デビューにしたんですけど、25度暑くないですか、汗かいちゃうんですけど。まだつけてないよ、だって今日暖房デビュー。こたつに入って見てる。そんな寒いと北海道かしら。私はこたつ派。こたつもいいですよね。でもこたつって、こたつに入らんと暖かくなくない？ねえ、ちょっとねえ。明日からショールームイベントはフルーツだそうです。アイスのギフト券はもらいましたか、ケイさん。もらいました、アイスのギフト。でもまだ多分使えとらん気がする。え、いや使ったか、使います。そう、でもフルーツはねあんま興味ないじゃん、だから全然いいです。フルーツ別に好
好きだけど、なんか頑張ってなんかこうもらうっていうよりも自分で買えるし、フルーツ全然大丈夫。アイスはなんか欲しかったんですよね。アイス大好物だから。まあフルーツは自分で買えます。肉が好きやもんさ、なだって。そう、お肉とアイスは好きなのよ。だからお肉とアイスのがもらえるイベントはもうね、好きやからね、やるけど、まああとは自分で買えます。髪サラサラで可愛い。ここ最近ずっとドライヤーしないで寝てたんですよ。最低。もう疲れ果ててドライヤーする時間がもったいないってなってドライヤーせんで寝とったんやけどな。なんか今日はちゃんと髪乾かしました。24でしょ。明日は大事なお仕事だからね。そうそう、セブンネットまた完売だって。嬉しいんやけど。やった、なんで嬉しすぎる。30ページもあればミーのファンは嬉しいけど、他のね方々はさ、なんかいろんな人に見てもらうっていうよりかはもうミクのファンの人はめっちゃ嬉しい感じやんか。だから大丈夫かなとか思っとったけど嬉しいな。あ、今日インスタとツイッターを投稿したけど見ましたか？みんなね、なかなかなんかツイッターとか素直じゃない人が多かったね。もちろんって、あ、コメント読みましたよ。すき焼きのやつね。違いますよ、違うよ。みんなもう本当にダメだよ。すき焼きとか寿司三昧とかすとか寿司とかじゃなくて好きでしょね。本当に素直になりなさい。あ、BLT を見ながらショル見てます。うれちい、ありがとう。昨日も来てくださってましたよね。ありがとうございます。髪長すぎて震える。髪長い、長すぎ、切ろっかな。髪長すぎ、ちょっとここぐらいがちょうどいいのか。こんぐらいいいね。伸びちゃった、すごく。大人っぽい髪をするときはちょうどいいかもやけど、ちょっと長いね、基本的に。長すぎるね。だって画面に髪が収まらんもん。俺も豆乳ラテ飲みました。美味しいよね。だって美味しい、豆乳ラテ美味しい。お風呂上がりはね、いつも耳が赤いんですよ。ほてってます。ぐらいがちょうどいい。このこんぐらいね。シュシュシュ。上ハゲゼロケッケピュロ。タコチューして。ボブを見てみたい。ボブしたいです。中学生からずっと言ってるんやけどね、するタイミングがなくて。どこがショートカットでどこがボブなのか分かんないんですけど。きっと赤い耳こうなるんじゃないでしょうか。ちょっと長いのが見やすけやけど。なんですね。こんな感じだ。
長いなアピールしちゃうわやっぱ。やっぱミクはロングがいい。ロングでーす。やっぱサラサラのうちはなんか黒髪でまあ痛むこともないからそのサラサラのうちはやっぱロング。今日は静かにしてますね。かっこラジオ聞く。聞くんかい。黒髪似合う。本当にたまになんか重いって言われるんですよね髪。いて。でも似合うって言ってくれるのは嬉しい。黒髪絶対黒髪少女希望。今日はおとなしくしてます。おとなしくしててください。いっぱい話そう。いっぱい話しましょう。初見です。ファンになってもいいですか。あーさん、あーさん、ぜひ初見になってくださいじゃない。ファンになってください。あーさん。あー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 、ミクリンのバブみたい。ミクボブと呼んでいい？お？どういうこと？白髪が増えて困ってますだって。白髪は頭がいい証拠なんよ。頭を使った音よく。私もこの間スタイあのヘアさんメイクさんから白髪2本見つかったんですよ。びっくりしました。あるんだと思って、絶対ないと思ってたからびっくりでした。夜ご飯はお好み焼きでした。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。うらやましい。お好み焼き食べたい。お家でタコパとかお好み焼きしたいなぁ。大文字行きたい。熊本のよく行ってたからな。やっぱ昔から行く懐かしの場所とかいいですね。うん、もんじゃも食べ、もんじゃめっちゃ好き。もんじゃ食べたい。ちょっと前髪鬱陶しいわ。鬱陶しい。前髪が鬱陶しいです。なんか何が正解なの。ちょっと待って。何が正解なんだ。よいしょ。何が正解なのか分からない。はい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 、来た来た来た。はい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 、来た来た来た。よし。パジャマかわいいだって。ありがとうミート。お泊まり気分してたよ。今日は何時までするの。今日は決まってません。でもこの後も何もないですし、もちろん、まあ、お風呂入ったんで、はい、OK、ミクを見ていると明日から頑張れそう。スターさん
なんだかんだ言って24時までやるんでしょ。明日の時間まで終わらんからさ。ミクリンを HKT で一番好きになりかけてる僕は変わり者でしょうか。変わり者じゃありません変わり者じゃないです。素晴らしいです本当に。ミクリン好きな曲はある？最近何聴いてるの？だって夜しかさんの月に吠える最初の音が好きですね。トゥトゥウウみたいなやつ何聞くかな。ビッシュさんの強がりさんとかもイントロが好きです。あとは何聞くかな。最近スピッツさんも好きだしバックナンバーさんも好きだし、幅広いんですけど、でも最近聞いてるのはそれかな。あとアボカドとか、夜逃げさんのセカオワさんも聞きますよ。はい。ミクリンの性格好きなんですよね。だってすっちゃんすちこありがとう。いつも嬉しいな、嬉しいな。ツーショット会はプレゼント渡せませんね。事務所に送っていただければ助かります。セカオはいいですね。スピッツ知ってるの？スピッツ大好きです。私スピッツさんを多分最初に知ったのは、好きになったのはドラマの主題歌で、そっからいろいろ聞く感じかな。あ、そう、ロビソンとか。わかります、わかります。あ、私も空も飛べるはず好きです。事務所に送るプレゼントは何がいい？見る、何でも嬉しいよ。送ってくれるの。何でも好きだけど、何でも好きだよ。本当に。チェリー、いいね、いいね。何のドラマ？西島さんが出とった、それは。タタ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 のやつ、なんだっけな。愛という名のもとにかな。だってこのなんか星空を見てるやつ、何のドラマだろうあれ。でもめちゃめちゃ昔のドラマですね。カラオケでも歌うの？なんか好きな曲とカラオケで歌う曲全然全く別なんですよね。それこそスピッツさんとかはカラオケで歌わなくて聞くばかり。男性さんの曲だし、カラオケはでもいろいろ歌いますよマジで。あ、そう、タイムトラベルが一番好きなんですよ。そう、一番好きちょっと歌ってみーなって歌おうかな高ナンバーは高根の花子さんが好きです。私も好きです。あとは綿菓子も好きだし、003も好きだし、あれ003っていいのかな、003なんかも好きやし、クリスマスソングが一番好きでした。好きでしたっていうか一番好きです。あと花束も好きだし、あーやばい、好きなの多いわ。セカオワさんは断然虹色の戦争かな、な、ね、
こんにちは、私はインドネシアのファンです。ありがとうございます。好きですね。日露の戦争は TikTok で知って好きになったかな。なんか TikTok で知って好きになるの多いかも。癖になるな。なんかあとあれ、冬の歌。おお、冬の歌。AKB やない、 AKB さんでプレイリスト入れとうのは涙の表面張力かディアジェとかもかな。まあやってるしソロ公演で。あとは、あ、 NNB さんなんだけど、太陽が坂道を登る頃と、あとね、何入れとうかな。多分いろいろあると思う。 HKT だったら夏の前とか入れてます。好きな、聞く分に好きな曲とかいろいろある、はい。アイズワンは何入れとる。え、なアイズワンね、なんか好きと言わせたいとか、あれが好きなんですよ、夢を見ている間。なんか昨日夢を見ている間流しながらめちゃくちゃ泣きました。って思いながら、無何もなんかみたいな感じじゃなくて、真顔でいつも泣いちゃう。なんか何ぼーっとしながら涙出ちゃ そう。あれめっちゃいい曲。あとね、でそうで、それでアイズワンを入れてたら、なんかアルバムごとなんかいいねっていうか追加してたみたいで、私が、あ、全曲入ってる多分きっと。なんかプレイリストこうあって、もうここら辺のゾーン全部アイズワンゾーンで、なんか全なんかね、多分アルバムを追加しちゃったんだと思う。でだから全然知らない曲とかも入ってるから、あ、初めて知る曲でいいなと思うのとかもたくさんあった。恋愛ソングとか聞く。恋愛ソングはどんなんだろう。でも、普通にいい曲っていうかいいメロディーだなって思ってたやつが恋愛ソングだったとかあるけど、こんばんは、やった、すっぴんだ、だってすっぴん好きな人、おすっぴん好きな人、多すぎ。ミクに視力がいくつ、視力悪くなっちゃったかも。僕はどんなミクリンも好きです。ありがとう。スピンも好きです、ありがとう。もっていいね、ありがとう、嬉しいです。ミクリンヤッホーだって、ひろたんヤッホー、ミクリン始まりそうです、始まっちゃってください、始まっちゃってください。パノラマも好きですよ。チュン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 チュ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 ンみたいなタルルタルルタのやつも好きですよ。結構全部好きです。割と今日はカラオケやってよ、だって今ね充電ないじゃん、やけんちょっと充電させて。髪サラサラだね、だってサラサラ。最近アレンジしてたから巻いてばっかりでしたもんね。俺の中ですっぴんナンバーワンよ、だってありがとう。イヤホンあると何でもあります。イヤホンあるよ。ヘアケア何してますか。何もしてないけど、今日はトリートメントをしました。
夢を見てる間プリズ、深い森の中歌いたいんですけどバンされちゃいます。ちょっとアイズワンさんちょっとねダメなんですよ。決まってるんですよ、歌っていい曲ダメなんですよ。シャンプー何使ってます？シャンプーエッセンシャルかな。もう大事な時とかはの日の前とかはなんか表参道の美容室行った時に私の髪に合ったシャンプーを作ってくれて、それなんかちっちゃいサイズなんだけどそれ使ってますね。だから大事な時、ちっちゃいから大事な時にしか使ってない。そう、たまに合わないシャンプーとかリンスとかで髪キシキシになったりしませんか？そう、それがない。一髪使ってます？る、あ、私も一髪使ってた時ある。髪に合うシャンプーってすごいよね。すごいですよね。世界に一つだけのシャンプーだわ。センチメンタルトレイン、やっぱり思い出深いよ。だって思い出深いね。全然思い出深いね。コンサートでやる機会が多かった。もうコンサートぐらいしかやってないからさ、思い出深いね。確かに思い出深いね。メールのライブの写真良かったよ。だってありがとう。ウエヤンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うん。初見です。嘘だ。初見マークついてないよ。自然界さん。劇場行きたいよ。来てください、ぜひ。今度いつやるんだろう。あ、11月とか。来てください。あ、ゆのちゃんまだですか。いつも通り遊びに来ました。あ、いつも通り遊びに来てくださってありがとうございます。そう、11月2日ありますね。お風呂入った後にショールームしてくれるなんてありがたい。え、でも割とショールームそうですよね。なんかお仕事終わってすぐやるか、もうお風呂上がってやるかじゃない。10月末まで、まあ、11月に入るまでは毎日配信頑張ってるんで、やっぱ毎日アイドルで行くんで、はい。生誕祭まだですね。いつなんだろう。まだですね。生誕祭寝れない時に聴く音楽とかありますか？私は、あるよ。リフレクションエターナルっていう、もともと多分ある方がピアノで演奏してたのをアーティストさんがそれをカバーして歌を作ったのね。それか、アストリッドシメプラスさんのが好きで、私その声が落ち着くから、それ聞くか、本当になんか普通に眠れなくてでも音楽を聞く感じでもなかったら、もう YouTube で超睡眠みたいなやつ調べます。雨の音で私結構睡眠できちゃうから、雨の音かな。落ち着きたい時で寝たい時はジブリ決まってるねです。韓国語の人おる。こんにちは。ジブリのオルゴール神。オルゴールいいね。でもミクどちらかというとピアノが好きかな。ASMR だ。ASMR はなんか食べ物ぐらいしか見らん。
あ、そういうことでもその水の音の ASMR とかね、いいですね。はい、スピン好きよってありがとう。何何面白いて眠った何き昨日親に「あんた寝る前に毎日みくちゃん見れて幸せね」って言われた。みや毎日配信しとうけんやろ最近。幸せね、よかったね。みーも幸せです。皆さんと寝る前にお話できるの幸せです。ありがとうございます。幸せをありがとう。あ、筋肉痛治りました。痛っ、ポキって言っちゃった。治りました。ホラー系見たいけど寝れなくなるからほんと無理なんよね。普通に怖くて何もできないので、みくりん一緒に見ようだって。いいよ、怖いの誰かと一緒に見るの好き。いいよ、怖いのを誰かと一緒に見ると怖いって思わないんですよね。全然大丈夫。一人が無理ですね。でもみくりんも怖いからな私も怖いのか、私も怖いのか。ニッコニッコニーだって。あ、ニッコニッコニー。博多弁か関西弁を話す女性好きです。私一番関西弁が好きです。七瀬丸さんとミルキーさん好きだから、やっぱそうほわっとした子が好きなんだろうなと思って。あとゆいはんさんも京都かな、可愛いですよね。京都とかの言葉も可愛い。自分が博多にいると博多弁の良さが分かんない。それが普通の言葉としてしか見ないから分かんない。多分自分が違う県だったら博多弁いいって思ってたんだろうな。ミルキーさんね、可愛いですよね。ミルキーさんの関西弁、ミルキーさんとご飯行ったりすると映っちゃうから本当に、うん、七瀬さん好きなら田中美しいを歌ってうん、今日お風呂上がりだからお耳が赤いです。耳が赤いですよね。ちょっとあったかいんですよ最近。ミルキーさんだったのいつ、秘密水筒よって言って、水筒よ。語尾にしょってつけるの北海道だけ。しょ？しょ？ナッピとかしょって言わんけどね。しょ？なんとかしょ？え？北海道ってあるんですか方言？あ、ダベダベサーはダベサダベサダベサっぽい。なんとかダベサ。ふちゃう？違うと？ダベサ。北海道好きっしょ、しょ言わんくない？なまらしばかれる。あ、なまら
なばら さあ、で、うまいっしょとか、あ、めんこいねだ、あ、じゃあ、なっぴめんこいねってかわいいねって意味かな、めんこいね、いいじゃん、あるね。へえ、なまらはおいしいって意味だ、あ、そうなんや。え、なまらってすごくおいしいかと思った、なまらおいしいとかかと思った。なまらって言うと、え、どういうこと、縛れれば寒いらしいよ。へえ、へえ、あ、やっぱなまらはめっちゃって意味だよね。そうですよね。じゃあなまらおいしいとか、ほう、めんこい、あ、言いますね、確かに。あ、じゃあなまらめんこい、え、ちょっと変か、これ日本語、なるほどね。え、うん、バリって新しい方言らしいね。昔はなかったって。あ、そう、確かにっぽい。バリス、バリ、バリハライターとか、バリスイートとか、確かに、確かにね。遅くなりましたが写真集ゲットしました、ありがとう。遅くなりましたが写真集半分家から減りました。お、渡せたんか、やった。北海道でもゴミを投げるって言います。あ、そうなんや、標準語か。ミクリン好きピー、ミクリンの後ろに隠れて見ていい、ホラー映画鑑賞はいいよ。うーん、口の動きかわいい。ミクリンすっぴんですか、お風呂上がり、すっぴんです。なんか美容液買ったんですよ、顔のなんかいい美容液、いい美容液を買ったら肌はすべすべになりました。やったーやったみくりなーちゃん好きな、好き、大好き、七瀬丸さん大好きです。どこの、忘れた。みくりの大人列車の衣装素敵だった、久々に来ました、あの衣装、大人列車、もちもちほっぺ、ほっぺはもちもちです。呼んだ、だってある意味呼んだかな。池本先生のドラマ見てますか。見てますよ。ところでみくりの一押しは誰なの。七瀬丸さんです、ずっと前から、変わりません、本当に変わんない、何があっても変わりません、それは、ほっぺドラム久々にしてみて、できるかな、ほっぺドラム、いて、もう嫌や、ほっぺドラムね、もう気合十分やから、いきます、
待ってね、今ちょっとリハーサルです。ちょっと少し痩せたからほっぺのくぼみがちょっと昔と違うからって音が出ないかも。で今しっとりしてるから、で足しびれた、痛い、足しびれた。うん、なんか普通に叩いてるだけになっちゃう、どうしよう。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、もうちょっとほっぺをもうちょっとしっとりしてるから今ちょっともうちょっとパサパサになってからじゃないとできない気がする。なんかペタペタしちゃう。あ、できるかも。ちょっとペタペタしてるわ下やっぱペタペタしとうかも。うん、マイクさえあればね、ボイパーでできちゃうけど。いい音もちもちペタペタ、確かに。うん、マジかよ。そう、ボイパーマイクさえ、こっちのマイクさえあればボイパーできるんですけどね。こっちじゃなくてこっち。なんかエレタンとカラオケ行って、エレタンって割となんかウェイウェイ系の歌も歌うんですよね。その時にボイパします、私はでもボイパなくしたら物足りなくなるからボイパしちゃいますね。意外すぎるなんか昔から遊んでたら、なんかカーって遊んでたらなんかボイパできるようになっちゃって、あ、これボイパなんだみたいな。でも本当はなんかカーはなんかカーって弾くんですよ。なんか息を吐いてなんかカーって言うんじゃなくて、吸いながらカーっていう音を出すけど、昔から適当になんかカーってやってたから、なんだろうね、吸えなくてミクリン用のボイパになっちゃうんですけど、そうボイパしちゃいますねうん絶対音感、ピアノやってたし絶対音感ありそう。ピアノやってたっていうかピアノ家にあったから絶対音感はある気がする。全然あると思う、絶対音感。なんか初めて触るピアノでもいけそう、できそう、うん、前ちゃんほどではないんですけど。ウェイウェイ系の歌ってどんな曲？変態紳士クラブさんとか、あとで何歌うかな。あんま知らないあんま知らない。でも私が歌うのは椿さん、バッシさんとか、うん、そこらへん。グリーンフラッシュとかでもできちゃいそうですしね。今バイトから帰ってるよ、お疲れ様です。ミク HKT の推しメンは田中ミクちゃんです。あの子はいいですよ、本当に。田中ミクちゃんはやっぱいいですね。田中ミクちゃんが推しメンです。同姓同名なんですけど、おすすめですね。
双子だったか、双子です、双子ですね。今度ミクちゃんのことで語り合わない、語り合いましょう、語り合いましょう。ゆるたんの好きなところ3つ言って、一緒にいて本当に落ち着く、会うだけで生きてることがすごく楽しくて、なんか思う、なんだ、会うだけでなんか、なんて言うんだろう、すごく元気になる、気持ちが安心して元気になって、安心元気になる、なんだろうな、好きなところでしょ、歌うまい、安心元気歌うまいミクのことが好きですね。 OK、 一番最後のやつはやっぱ大事ですね。ツイッターフォローしました、え、ありがとう。インスタも良ければ、ミクリンのことが好きは負けない気がする。あ、本当？エレタンはミクのお家に来るときに行くって言って、移動手段が何もなかったから何十分も歩いてミクの家まで来た人ですよ。ごめん終電もうない、行けないじゃなくって終電ない、歩いていくっていう人ですよ。それでも負けない自信ありますか？私たちはもう愛し合っています、エレミックはもう。どのくらいかかるの、え、わかんない、ちょっとこれ言ったらあれになっちゃうけど全然近くないんですよ本当に。今日ザバスのカフェラテ飲んだよ。カフェラテってありますっけ？ザバスのミルクティーは苦手でした、ちょっと違った。タクシーじゃないんだ、歩いてきて、歩きたかったんだな。ミクはもう、でもミク本当にエルタンのこと好きすぎて、エルタンもしも移動手段ないってなって会えないってなってもタクシー代渡すから来てって言ってましたね。やば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 、うん、とりあえずタクシー代出すから、とりあえず会いたいから来てくれって言います、三国おじさん。ザバス何味がおすすめ？ザバスはココア最近好きです、バナナも好きです、いちごミルクも好きかな。親父か嫉妬してまう、それでいいと思う。呼び出しですか？呼び出しちゃうね、本当に呼び出しちゃいます、今会いたいって思って呼び出しちゃいます。俺も会いたいから来てって言われて、いつも言ってるじゃん、それはさ、いつも言ってるじゃん、会いたいから会いに来てねっていつも言ってるけどね。うん、うん、あー言われないなー、だって、いつも言ってんじゃん、私会いたいから会いに来てねって言ってるじゃん。
確かにすまんかった本当にそういうことです。わかりますか？そういうことです。私はいつも言ってるんです。本当に言われたことない。まあナッチョは思いすぎると前の名前を呼んだところで止まってしまった。そう、本当にその顔好き。変顔専用だって。変顔じゃないよ、変顔じゃないよ。変顔っていうのはこうやるんですよって言ってやりたいんですけど、最近よく切り取られるのでやれません。すぐ切り取るからみんな。変顔じゃないです。こんぐらい顔です。普通の確かにです。最近よく切り取られる。本当に切り抜き多い。そろそろ変顔はやめていいよ。だってしてない。普通に話してる。してない。早く変顔やめなさい。してないって。お決まりの流れ、初見です、こんばんは、切り抜きからですか。はい。もうそれはそう、お決まりの流れなんよ。もう定期お気に入りの流れ、定期パッツンだ、パッツン。おでこ出して。明日も配信する予定。明日の仕事終わり時間次第ですかね。まあ、押すことはないと思うんですけれども、お仕事が。アベマが。明日見て、明日の時間わかんないや。土曜日会えるね、だって。楽しみだね。楽しみだね。来月ソロ公演やる。毎月月1でレベルでやります。どうぞ。
そんくらいの期間で。お水タイム。お酒なわけあるかい。お水。あ、安倍物のさ、お水可愛いですよね。わかる。眠くなりますね、お水を飲むと。お酒は何が好きですか？何が好きなんだろう、分かりません。ボンバーマンって何？明日やりますよね。え？ボンバーマン。ボンバーマンって何か分かりません。私。何ですか？ボンバーマンって。あ。え？嘘だろ？だって。ボンボンボーンって何？何ですか？それ。ガチガチのボンバーマン世代。何歳？分からん。ゲームなんやけど、明日やるんよね。アベマで。でも、ボンバーマンって何？本当に言ってる。何？ゲームは知ってるよ。ゲームは知っとるけど、ボンバーマンって何？ハドソンのゲーム。ハドソンって何？爆弾で相手を倒すゲーム。あー、へー、全くピンとこんね。え、見知らんわ。白石麻衣がうまいゲーム。あ、そうなんだ。え、みや大丈夫かな、明日。やり方さえ教えてもらえればできるけど、明日はゲームしたりとか、ご飯食べたりだとか、うん、なんかまったりする女子会。女子会です。爆弾で相手を囲むゲーム。できない気がする。大丈夫かな。ゲームあんましないから大丈夫かしら。簡単ですか？私これやらないからさ。あれだったら得意なのに。パックマン。パックマン本当に得意。パックマンってなんか機械があるんやけど、なんかレベル高いのをが書いてあるんですよ、上に。ホームかな、上に書いてあって、ユニバーサルの会社とこの間撮影したキス待ちの時に撮影したところにもあるんですよ、パックマン。それの最高得点を超えちゃいました。そんくらい得意、本当に。痛かったですよね。ごめんなさい。これ怖い。カズさん、パワー投げてくださってありがとうございます。あ、怪我しましたか。ごめんなさい。怪我しちゃいましたか。病院代払えますね。すみません、本当に。カズさん、ありがとうございます。カズさん、カズさん、カズさん、どこだ？どこだ？ミクリンが看護師だったら毎日が楽しい。看護師なりたかったな。看護師か薬剤師。
なりたかったです。なれません、もう今なれません。はい、カズさんコメントしてるかな、コメントしてくださってた、コメント来てる、探すぞ、いた、毎回コメント読んでもらってありがとうだって。え、こちらこそ。珍しくないですか、このギフトを投げてくださるの、ありがとうございます、ありがとうございます。もう1時間が経ったんだって、早いですね。ピクリンのポニーテールが見てみたいな、今度、今度、今度です。今度通称とか行くよ、待ってる。いいんですよ、振ってきかっこよそう。あっという間に1時間か。ミクリンはゴーヤ食べれる、食べれます、見ながら勉強してる、頑張ってください。すごい、どっちともミクできんからすごいわ。来てくれてありがとうわ、ありがとうとコメントしてよ、ありがとう。粉雪久々にしぶりに歌った、いや、粉雪、え、すごい、あれ声男性の方とかどこに出なさそう。パントマイムってできる、パントマイムやろ、あれでしょで、なんかみたいなやつやろあーみたいなやつやろできるかな、わからん、やったことない、あんまない、最近暇すぎる。じゃあミクのルームいっぱい来てください、話しましょう。好きな色は何？あんまりないですね。でもイメージカラーっていうか、そういうのはイメージカラーっていうか、なんかそういうやつはピンクとか青とか水色とか。通称っていくよ、初めてだって、あ、じゃあその次ミユですって言ってください。うまく見えたのは気のせい、本当に調子乗っちゃう調子乗っちゃうよ、あーってなっちゃう、うん、すぐ調子乗っちゃうから。寒すぎ、何着たらいいですか、あったかい、もこ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 着てください。ビクリン黒似合うよね、写真集もよかった、 ありがとうございます。うまいやって本当に言ってますか、ありがとう。こんばんはだって、こんばんは、こんちこわ、こんばんは、こんばんわんこ、あんこ。ミクリンおじさんと結婚した、ミクリンおじさんと、ミクリンおじさんはすごい喜ぶと思います。かわいい、本当です、こんばんは、こんばんは。ようやく写真集を買いました、やった。コーヒーは好きですか、好きです。出川さんのこんにゃらめって知ってる、わからんけどなんとなく想像できる、こんにゃらめなんとなく。ケンさんこんばんは、おじさんに春かだって、うん、待ち受けにしていいだって、何を何を何を、26か28まで修学旅行あるよ、ウィー、俺の青春はここに、俺もプロフィール画像に明日
最近花粉すごくない？あ、最近花粉やばいらしい。メンバーがもうやられまくりです。私多分あんま花粉ないんですよね。HKT で全国ツアーとかあったんですか？ありましたね。全国行きましたわ。そこだけ毎回はおんぶしてたね。みぐりのペットになりたい。なりなさい。また東北に来てくれ。行きたい。行きたいっす。行きたいっす。みくりんおじさんと結婚したら毎日幸せくれそう。みくりんおじさんがデレデレになりそう。ペットになりなさい。だって、なりなさい。ん？ペットになりなさい。なりたいって言うからさ、なりなさい。今日のみくりの声はめっちゃ優しい。癒された。癒されまくり。やった。台湾の故郷って書いてあるけど、シェイシェイ。全国統一も楽しかった思い出しか。それな。ミクの犬になりたい。なりな。今日は何時に起きたの？だって遅めですよ、割と。いつも最近早かったから。ちゃんと洗濯物取り込んできました。偉い。偉いです。本当に偉い。洗濯物のプロ。秒でできちゃう。洗濯物取り込むプロかもしれん。早い、本当に。テキパキ。みくりんの猫になる枠は空いてますか？全然空いてる。犬の方が多いですね。なんだこの会話。よしよししたのか。やったー。やったー。褒めてください。みくりんの兄になる枠はある？だって。あ、無限大。逆にみくりんが偉くなくなった日なくない？だって。賞状あげます。来てください。みくりんの右腕になりたい。なってください。私はみくりんの子供になりたいので。かわいい。かわいいか。かわいいか。蚊になって周辺をうろうろします。ごめん、秒で天国に行かせれる自信あるわ。ミクちゃんの財布になります。やだやー、なんそれ。やや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 やすでに天国にいる心地。それはやばい。ミクリンは語気は苦手。苦手です。もう本当に無理で、大きいのが一回出たんよな。でもうどうしようもなくて、できないんですよ。何もできないから、スプレーとかかけれないタイプなんですよ。何も触れたくなくて。だから3つくらい買っ、あ、てか何個か買って、なんか家を出る前にやらないとダメみたいな、家にいる間にやったらダメみたいなさ、蒸気が出るやつあるやんか。とかいろいろ全部買ってやりまくりました。カエルは、わからないです。カエル、どうだろう。でもカエル飼ってる方とかいらっしゃいますもんね。ホニーちゃんって言ってみて。ホニーちゃん？こんばんは。怠け者だ。ヘビは平気そう。ヘビ首に巻きつけたことある。平気かも。シャーって言ったら怖いけどね。
みくりんのささやき、こんばんは。はい、今日もみくりんラジオに来てくださってありがとうございます。皆さん今何時でしょうか。きっと眠いと思います。もうすぐ21時になります。はい、イヤホンの人幸福や。イヤホンね、ミクのショールーム聞いたら危ないんですよ。急にでっかい声出すから要注意ですね。イヤホンの方何回苦情来たか。苦情止まらない。うん、あーい、試験勉強してるから寝られない。だって、うわ、えらいね。いつもイヤホンしてます。あー、じゃあもうお耳が大変だ。泣きわめいてるわ、それは。うん、カラオケ始まる目の前は耳が終わりを迎えるのでご注意をやって。そうですね。カラオケやって。あ、なおさん、またカラオケ。外だけどイヤホンやめます。イヤホンしなさい。551のって書いてある。あ、食べたい。もちろんツイッター見に行っちゃダメですよ、カラオケしてる間。やめなさい、聞きなさい。スピーカーにしてるから叫んだ時は慌てて音を小さくする。叫んだ時はっていうのがもうパワーワードすぎる。叫びますから。急に叫んじゃうからね、確かに。ごめんなさい、ね、急に叫んでしまう。カラオケの箱教えてください。多分 YOASOBI さんの多分か。ボアさんのバレンティノかな。夜にかけるもそう、ホムラもそう、グレンゲもそう。あれ結構いっぱいあるかも。ヘブンリーデイズとかも最近歌う。あとヨルシカさんもめっちゃ歌う。春泥棒とか、だから僕は音楽をやめたとか、いろいろ。でもボアさんと多分はお箱かもしれない。ソロ公演直接聞いたらめっちゃ歌うまかった。だって嬉しい。ボイトレ頑張ってます。香水とか歌う時もあるね。あ、メリクリもいいですよね。だから僕は音楽をやめた。いいよね、いい、めっちゃ好き。へえ、だってウインクしてる。だって最近カラオケ行った。最近エレタンとカラオケ行った。今日は歌うしかないね。だってナコミクの革命デュアリズムは本当に神だって。おお。今歌いたい曲は、夢を見てる間歌えない。こんばんは、こんばんは。だから僕音楽をやめたの。最後の終わり方がめっちゃ好きです。おお、私はイントロが好きです。だだだって。
今歌いたい歌、君が好きだと叫びたいっていう歌があると、ミクリンの君に叱られたか聞きたい。あ、聞いてみよう。なんか題名見たことある、めっちゃ。ミクリンイケボでなんか言ってほしいな。なんて言ってほしい？スラムダンクのオープニングソングだって。スラムダンクだね。叱られる歌。そうなんや、わいやん。48以外のジャンルもいつかカバーとかで音源欲しいだって。何がいいですか？マジで恋する5秒前とか好きそう、みんな。去年とはトゥ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 違ってる。なんか前の世代の曲とかカバーしたいな。ミクリにバーカって言われたやだめっちゃ欲しい。だっておおね、なんかいいですよねカバー。確かに。あ、そうそう、青い珊瑚礁とか歌いたい。昔やってた、やりましたよ。なんか懐かしい。ミクリンにさくらんぼ歌ってほしい。あ、いいですね。あ、私さくらんぼっつって歌ってました。あとめっちゃ意外かもなんですけどビーズとかも歌いますよ私ビーズなんかエレタンとさ2人でカラオケ行った時に締めはビーズ一緒に歌いました意外ですよね。お父さんとカラオケ行った時もビーズ歌わせがち。ウルトラソウルもいいですね。わかりますよ。手は大きいですか？ちっちゃい。すごくちっちゃい。やっぱのエレタン、エレタンなんですよ。そうとか歌いますね。今日めっちゃくしゃみ出て辛い。だって花粉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 です。世界水泳の VR どうだった？溺れた溺れた。もう息できんもうなんか、愛のままに我がままに。ああ僕は君だ、気を傷つけない。大好き大好き。いいっすね、いいっすね。世界水泳の VR やってみたよって。やってみたん？すごくない？あれなんか水泳選手になった気分じゃない？ウルトラソウルだって、熊本弁で何か言って、まなちゃん何何何って言ってほしい。何々はお任せです。あ、熊本弁でまなちゃん何何何ね。え、ごめん、熊本弁全然知らんのよね。わかんない、わかんないよ。え、なんでもいいよもう。だってまだごめん。星になってますよ、ニコちゃんマークさん、星。頑張ってください。頑張ってくださいって言われてる。頑張めくりんって言われてる。熊本にそんな住んでなかったって。多分もともとあんま熊本弁言わない。熊本弁ってあるかな、最近の人熊本弁言うのかな。半々ですもん今、熊本と福岡は半々なので、どちらかというともう福岡弁ですね。目がキラキラして美人さんだって言われてる。葵さんありがとうございます。嬉しい
ゴアスじゃないの、ゴアスじゃないです。あ、あもう優勝です。結婚しようね。はい、過去真顔。好きだー、好きですわ。本当に。博多弁と、福岡弁と博多弁って別だって。なんか北九州と博多弁は別やけど。福岡弁が何か分からん。でも博多弁と北九州は割と違うかもしれない。ちょっと北九州の方が強いんかな。うん、うん、ビーズについて語り合いたい、お話し会撮ってみようかな。だって歌いましょう、一緒に歌いましょう、一緒に歌おうよ。最後吐ける前にもう、そして輝くウルトラソウルって言って吐けてください。イエーイ。最初入ってくる時にもう有名じゃないって言って入ってきてください。、うん、初見です。サナさんありがとうございます。お疲れ様です。初見さんお疲れ様です。マジで相手だって。会いましょうよ、会いましょう。こんばん、こんばんは。ヘイかハイかどっち派だって。え、それも語り合いましょう。じゃあお話し会来た時に言いましょう。じゃあここで言ったら話すネタもちょっと限られてきちゃうから、お話し会すごめんなさい、来る前提で話してて、来る前提で話すとちょっと話し変えで全部話しましょう。会いたくて会いたくて震えるだって。うーん、会いたくて会いたくて震えない。震えてたら結構やばいけど大丈夫。うん、それ相当好きやん。私はまあ会いたくて会いたくて震えない、震えませんよ。うん、うん、震えろよって言われた。もうごめんなさい、震えますよね。はい、本当に震えました。今すごく震えます。もう震えますね、今震えました。うん、震えろよって言われちゃう。すいません。そうですよ、やっぱ。そうですよ、やっぱ。うん。はい。違う意味で震えちゃいました。ブルブルブル。ワイに会ったら震えてねえだって。絶対震えない。うん、キャハキャハ笑ってそう。マジで恋する5秒前歌ってほしい。いつかどこかで歌いたいですね。いつかどこかで歌いたい。君に叱られたって聞いたこと、この後聞く。聞くかな。うん、ふん。ソロコンで桃色片思い来た瞬間湧いた人。ソロ、そう歌いたかったじゃん。それとかザ・美学とかも好きです。私もともとザ・美学をよく歌ってました、カラオケで。あと私あれも好きです。ごまきさんのソロのドゥン、ふん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 のやつ知ってる人いるかな。トゥントゥントゥン、そう、愛のバカ野郎を歌ったりします。はい、ハロプロさんとかも好きですし、
完全に世代、あ本当ですか、エミクあれの MV とかもめっちゃ好きなんですけど、めっちゃ可愛くないですか、好きですね、ロマンティック浮かれモード知ってる、大好きです、私知ってますよ、好きです、それ、田中のバカ野郎だってバカ野郎って言ったな、言ったな、いやモームさんのライブ行ったことないんですよね、なんか行く機会確かあったんですけど予定合わなくて行けなくって、ちなみに私プラチナキが好きだから、プラチナキがない時にプラチナキ好きになったんですよ、そうレイナさんとアイさんと亀入さんがめっちゃ好きで、亀入さんとそのなんて言うんだろう、そのね、その時代の行きたかったんですけど、もうやってないじゃないですか、映像とかで見るしかなかったですね、うん、プラチナキが好きでした、あプラチナキのグッズ届きましたよ、たくさんありがとうございます、ミクリンメキシコから 見た、あやメキシコの方ありがとうございます、今何時だろうって、え、お、ちょ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 、おい、うん、9時2分ですね、うん、めっちゃお腹鳴る、じゃああと1時間で終わりましょうか、ピエンだって、カラオケする？話す？ Perfume さん好きです、知ってます、結婚しよう、愛してる、ありがとう、みーも愛してるよ、あと1時間って短いより意外と長かった、そうですよ、ミクに愛してるって言われた人生だった、みずっち愛してる、本当に愛してます、もう愛してるっていう言葉がもったいないくらい、それ以上だから、それ以上の言葉を探してるんだけど見つからない、どうしよう、無限、うわー、思ってねーだって、えひどい、思ってます、本当に本当に思ってますよ、あのねひどい、本当に思ってん、伝われ、愛してる本当に思ってるのに、軽だってね、なんでそうなんですか、ちょっと待って、じゃあもう言わないでも好きだって、あ、ありがとう、やった、言われたことないだって、え、言いますよミク、本当に好きだよって、え、す、あ、軽くないですよ、なあさあ、あれみんなの大好きですよ、本当にそんな、なんか大好きですよ、伝われ、ひどいな、ミクをチャラいって、ひどい本当に思ってるんですけど、なんでそんなあるんですか、もう言わないぞ、うん、え、言われたことないだって、あのみんな大好きです言いましたあのみんな大好きです、本当に言いました、
はい、はい、みんな大好きです。ピエンしか言われたことない。うん、ピエン、うん、ピエン、うん、本当に大好き。伝われありがとうと言っておきます。違う違う、そこは俺も大好きだよ、私も大好きだよです。はい、行きますよ。好きです。ありがとうじゃないんですよ。オウム返ししてください。わかりましたか。あのね、本当にみんなそういうとこありますよ。あの今日のツイッターとか、何ですか、寿司三昧とかすき焼きって。違う違う、寿司とかじゃないじゃん。惜しい、寿司ですじゃないんよ。もうちょっと、もうちょっと巻き戻して、うん、しじゃん。作業じゃないから、家業にあるから。本命は本当にそういうところですよ。本当に、まあ、そういうところも含めて面白くて好きですよ、はい。もう正直な人もいれば正直じゃない人もいましたのでね。そう、水餃子でしょやっぱとか、なんか大喜利みたいになってて違うっていう、本当に、うん、本当に。うん、そう、みんな上手なんですよ。しかも ボケっていうんですか、本当にツッコミ側じゃないですか、いつも皆さんですけど、あのボケもできるんだっていう、もう素晴らしい。入れ替わりたいです、その脳内に。行きたい、行きたい、うん、ボケとけばよかった。だっていや、ピエンさんもなんかさ、すごいさ、大好きって書いてくれて、めっちゃ可愛かったです、嬉しかったですよ。ちゃんとコメント見てますので、インスタもツイッターもちゃんと見てます、全部見てます。あれも見てます、引用リツイートも見てます。本当に最近宣伝ばっかりだったからクリエイターズの空き時間にちょっと行きました、撮りに行きました。じゃあイヤホンでカラオケしますか。何曲かだけ、時間ありますし、最近カラオケしてなかったですしね。ポン、何歌おうか。ちっちゃい声になっちゃうから、盛り上がる系とか歌い、鼻かゆいなっちゃうんですけど、鼻かゆい。月と水鏡めっちゃ好きやけど入ってないっちゃうね。記憶のジレンマめちゃくちゃ好きです。歌えるかわかんないんですけど、入ってなさそう。涙の表面張力、うん、今見てますよ、コメント欄。何か書いてくれれば、あ、願い事の持ち腐れとかいいですね。手もでも、あ、いいですね。だらしない仕方、いいですね。コイント、いいですね。プライオリティ、あ、いいですね。
何でもワクワクだって、ワクワクさんじゃん。ショートケーキ、あーいいですね。なぎいちいいですね。金木犀、あーこの時期にぴったりっすね。カズさんリクエストないのかな。確かにね、全然ね、書いていただいて、いろいろ。10年桜いいですね。タブーの色、あ最高ですね。彼女になりますか、最高ですね。悪気いいですね。犬のお前さん、うーんバンバン、うーん君とこいいですね。好きなんだ。ハーツナビとネモハモルマ、桜のしおり、あーセンスよきよき。火山灰、あー入ってないじゃん。火山灰エキセントリック、ケヤキさんですな。あーいあーむ、うーん野菜したつ、懐かしい。スカート左、懐かしい。開っちゃう、開っちゃう。手遅れ交渉いいですね。夏の前も好きだけど入ってないんですよ。AKB だから48と46イコラブが OK。 願い事の持ち腐れ歌う、久々に。どうか他のやつか、あうーわわ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 、まちょよよ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 よ。韓国語っぽくみたいに言うな、気にするな。そんなことを気にするな、気にするな。何する、何する。ダメだって。気にするな。うん、ねえねえねえ。あ、まあ、この涙を君に注ぐ、いいじゃん。それそれにするか。ダメだこりゃ。腐って。タワー来ました。タカッピさん、ありがとうございます。タカッピさん、ありがとうございます。タワーありがとうございます。タカッピさん。タカッピタカッピタカッピ、ミコクラム聞こえた。風がすぐかな。タカッピさんありがとうございます。じゃあこの涙入れちゃいますよ。なんかタカッピさんはリクエスト したくて、あれなのかな、言ってくれてんのかな。まあ、マイクなので喋ってる声と大きさと変わらないのでいけるでしょう。あれは歌う曲によるけど、ちゃんとそれをあれで選んでますね。リクエスト、ハロウィンナイトお願いします。めっちゃうるさいね、こう最低。ハロウィンナイトな、オッケー。ハロウィンナイトとタカッピさん、ライアンタン推しだって。あ、リコちゃんやんか、絶対リコちゃんファンやろ。ニクもライアン好きです。ライアンかっこいいよーつって。ライアンね、ライアンいいですね。
おお、ライアンファンだって。そう、ライアンファン。野球ファンみたいに言うのやめてください。そう聞こえちゃう。真剣に悩んでるのかな。コメント来てないけど。じゃあこの涙を君に捧ぐハロウィンナイト、あと一曲、あのライアンさん、ライアンさん、タカピ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 さんのリクエストあったらそれにしようかな。あ、12秒歌えないようです。ちょっと響いちゃうから、響いちゃうけん、12秒ちょっとバラードっぽい曲がありがたいかな、響いちゃうからさ。うん、バラードっぽいのがいいですね。グリフラーとか。犬のおまわりさん言っとこう。うん、違う意味でバンされるね。うん。もう12秒はライブの定番曲なんよ。夜風入っとらんのよね。ある曲ない曲少ないけんね。お任せしますやって。マジ？高っぴさん、お腹が鳴った。みんなが眠くなる曲がいいけん考えよっか、そん時に。倒れてきそう。さあ、重くならないでいただきたいですわ。レッツゴー。ああ。花が枯れる。
ゆうたゆうた。バーイ。いい歌やー。で、次はね、ハロウィンナイトだ。ここか？ハロウィンナイト。ハロウィンっていつだ？ 31 か。バカになれ、ハロウィンナイト。
だよ。ねえ、ピーチとのカーニバル、今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト。はっ、はっ、難しい、難しい。H-A-L-L-O-W-E-N-L。 はい、最後ですね、よくできました。先生もうありがとうございます。本当に菅井先生やったらバチボコ怒られとったね、うん。最後の何がいいかな。何にしようかな。ショートケーキにしようかな。みんな寝そうだからショートケーキにしようかな。あ、それか。永遠の桜の木に、桜の木になろう。これみんな寝そうじゃない？泣くか。寝そうか。あ、君についてでいいじゃん。そうですね、君について歌いましょう、ね、寝かしにかかってるやん。だって当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか。そんなねえ、そんなもん当たり前じゃないですか。何時だと思っていらっしゃる。じゃあこれでね、みんな寝るでしょう。幸せも時に不
とさ目が離せない、いつでも僕は恋をしてる。でも眠くなってきた。はい、ということでカラオケは以上となります。ブースブーなんかやっぱね声があまり出せないので今日はちょっとこのくらいにしておきます。いっさふっさそいやっさ、持ってますよね。もう大事なところで電話がかかってきちゃって、田中美香は持ってますね。これは夢です。ピースしてだって。ミクって顔を覚えるの早そう。いや早くはないと思う。指ハートをして、さあ今何時でしょうか。38分、あと30分だ。首の筋がすごい。カラオケは、カラオケはねもう終わりなんだよ。ユーナって呼んで、ユーナウインクしてだって。いやすごい。この後何すんの。寝ますよ。すぐ寝ます。あ、友達に電話しなきゃ。首筋きれい。私の特技は亀の首をすることです。見ててください。言いますよ。いきますよ。これは普通の今のミーの首なんですけど、いきまーす。お、筋が気持ち悪い。特技です。カメ買っとってん。で、なんかカメが首伸ばすときに首筋がすごいじゃないですか。ミーも真似しようって思ったらできちゃったね。痛そうだって。痛くない、全然。超得意。これが筋です、私の首の。怖っ。
真似しようってなるの面白い。そう、何でもやりたがり。そうです、真似しちゃいます。興味津々すぎるやん。うん、何でも興味津々。今日おとなしいね、だって。いつもだけど。寝るかい、だって。はい。寝ます。21時に。ん ?22 時にだ。21時はもう過ぎてました。今仕事終わった。お疲れ様です。頑張ったね。何時も起きる。ブルブルブル。寝るな。白飛びしてた。今日は何度寝かな。可愛い、好き。びっくりした。明日早いんだって。明日の時間まで見てないか分かんないっすね。ソロコンやってください。やってます。今日夢の中に出てきてくれませんか、タカッピさん。出ちゃおうかな。ライアンと一緒に出よう、ドアップで頑張ってね。なんかいい頑張ったね。パタよ。はい。今。韓国語話せる？もう平常さ、困るよ。저는타나카미쿠입니다。キンパ食べたい。うう、俺もキンパ食べたい。俺はあーチーズハットクが食べたい。今英語話せる、だって。あー英語、うん、I'm hungryすいてる。いきなりお腹すいた。Hello, nice to meet you. My name is Nick Tanaka. I am hungry. なん、イルボのマルハシデスオプスよ。マルハシスロプスよ。
なんでこれ弓くんに言わせるんですか。私は日本語が話せませんって。韓国の人信じちゃうから。じゃあ今の何語ってなるからやめて。なあ、イルボのマラハシスロープスよ。日本語話せないってなるからさ。どういうことってなっちゃうから、ポーガシプタ。誰も否定しない、否定しない件、否定してください。ペコパー、ペコパよ、ペコパよ。I'm hungry。お腹すいた。海外で留学したいと思ったことあります。多分ない。多分ない。あながち間違ってないのよ、だって。ああ。日本語って難しいですね。カタカナと漢字とひらがながあるのが難しいです。あと、しとつの区別がつきませんよね、本当に。つきます。語彙力高めよう。ねえ、語彙力、ねえ。本当に。なんか日本人っていうか、なんかその人よりも、みく原始人時代の方がやっていけそうな気がする。ウホイウホイとほうがうまく生活できそうな気する。本当に日本に人って難しい。原始人がいいな。草しか生えない。多分ね、生まれてくるところ間違えちゃったもん。ちょっと予定よりも早く生まれてきちゃったもん。違う、遅く生まれてきちゃったもん。原始人の方が良かったかも。ハース、そう、ハモス、フォー、フォーの方がなんか、だいぶ遅いな、だって、フォー、フォー、フォー。ミクちゃん好きって書いてある。なそれもうゴリラなんよ、だって。確かに無理、死ぬ。ウホの発音いいかよ、だって。ウフォ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 。ウフォフォフォ。ウフォフォフォ。日本語で話せない。ね、大丈夫そうって。全然。やばい、なんかやばい、ゴリラ多いんやけど、このルーム。今宵も温まってきましたね、やって。あなたが原因です、つって。もちもちさん、とありがとうございます。もちもち、もち食べたいから買ってきて、今から。もちついてきてください、今から。うお、素直に好きって言っても信じてもらえないけど好きです、だって。本当に言ってる？って言うんでしょ、ミクは。ミクに好きって言ったらミクがいつも本当に言ってる？って言うんでしょ。本当に言ってる？聞きたがり。餅が食べたいから今から買ってきてくださいよ。餅ついてきて、今から。買う餅は嫌だ。いや、じゃあ餅つきの餅食べたいけ、今から餅ついてきてください。本当だから、もう一本投げようか。投げないでください、タワー。ダメ。こんなギフト投げるのやめさせるアイドルいるのかな。タワー投げないでください。ただ投げないでいいから、餅食べたいから、餅餅餅ついてきて。ピエンパオンだって。タワー投げたかり。
タワー禁止出た、タワー投げないね、うん、おー、もち、もっち、あ、雪見大福食べたい。なんか変わったんでしょ、トッポギならあるよ、あ、美味しそう。なに、タワー投げるのダメなの、だっていい、いいですよ、別に投げてもいいけど、さすがにもちもちさんは最近タワー投げすぎ、うん、もうちょっと財布、もうちょっとダメ、最近投げすぎ、あ、もちもち最近投げすぎやんた、ダメピエンだってアルバム買ったから許して、だって、うん、ありがとう、ありがとう、ミスって嬉しい、マジで嬉しい。キミ大福食べたい、フルーツ大福しかない、いいね、いいな、ミクに叱られたい。なんか悪いことしたんですか？悪いことしたら叱ります。雪見大福1個ちょうだい、いいよ、今夜は寝かせないぜ、だって、うん、寝ます、ごめんけど。レバーあるよ、わー、いいな、しかも名前おいしそう、ウニイクラさん食べたい、頭もイクラみたいだねすごいわそれすごいわ、おいしそう、それなんか食べたいな、いいな、食べたい、それ美味しそう雪見大福食べ終わった、食べたと、いいな、いいな、いいな、ミクリンに泣かされたい、それはやばいね、そういう女の子いいよね、ダメだよ本当に、泣かされたいんか、かわいいな、いくら買ってこな、だって、うん、いくら食べたい、メンチ切ってんじゃん、切ってじゃん、切ってじゃん、メンチ切ってじゃん、メンチ切ってじゃん、切ってじゃん、メンチカツ、マックのカスタードパイ美味しかった、あ、びっくりした、終わったかと思って、みー泣くかと思った、マジでまだ食べれてないんですよね、じゃがりこ好きなの、大好き、じゃがりこ、ユッケじゃん、ユッケじゃん、ナムルザ、ユッケじゃん、こんばんは、こんばんは、カスタードパイ終了、かっこ嘘、うー、焦るぜ、うん、何味が好き、じゃがりこ、俺はまーちゃんから聞かれると俺はになるね、俺はサラダ、チーズも美味しい、あ、でも明太子も美味しいよね、決めれんす、ずっとサラダかな、サラダ無難、明日何すんの、明日は仕事ですよ、大原ゆうのちゃんとアベマ出ます、見てね、有料だけど、カスタミクリンって美味しい、美味しいに決まってんだろう、美味しいしかないですね、ミクリン、何、ちゃんと寝れてる、だって寝れてます、プリッツ好きですか、大好きです、明日はショールームするのかな、うーん、できたらやりたいね、毎日やりたいって、ま、決めてるから、10月後半は、今日はおいどんはやらない、だってもうおいどんさ普通にやるようになっちゃった、おいどんは今配信が楽しいでごわす、なんかね自分ね過ぎるの早いんですよね、流行り、自分で考えるやつ、もうね言えちゃうわ、なんかそうそう、まあ、ちょっとこれはもう過ぎましたね、時期が、うん、おいどんブーム過ぎました、乗り遅れた方もごめんなさい、
過ぎましたね、もうブームはね。もうおいどんブーム過ぎました。あれがピークだったね、やっぱ。うん、もうブーム終わりました、おいどんは。はい。終了です。なんか新しいの考えないと。次ね、考えないとね。ミクモンモンって言って。ミクモンモン！若い。フレッシュになった気分。最近全然やってなかったから。フレッシュや。こんなん普通にやってた。だね、フレッシュですね。次はわしだって。わしはわしわしはわしもちゃうかな。ボクチンちゃうかな。マイガールはマイガール、ハイメニー、うんまっ。ミクリン、眠れる声で話してみて。いや、もう眠いですか。あのですね、私の声は眠くなるらしいです。皆さん声聞けますでしょうか。皆さんおやすみなさい。こんな感じです寝そうだからやめて。だって私の声は眠くなるんですよ。みんな寝ちゃう。なんでですかね。メンバーとお泊まりとかしてるときは大抵寝るんですよね、みんな。ミクが喋ってる途中でどうしたこったばんなこった。眠いですかつって、眠いですか。そう、みんな寝落ちするねえ。魔法かなって、チチンポイポイ、魔法かな？かわいい。魔法かな？だって。魔法なわけあるかい。またピーポーが通った。睡眠グッズ出して爆売れするだって。うん、なんかね。あれやりたい。目覚まし時計っぽいなんか睡眠用のミクの声みたいな。皆さん眠いでしょうか。眠いですか。寝ますか。つって出したいですね。アイドルになってくれてありがとう。おお、ありがとう。こちらこそ。うんうん、そういうのって卒業するアイドルに言わん。うん、ありがとう。まだいるよ。うん。ASMR チャンネル作ったら、作りたいすぎる、作りたいすぎるよ本当に。ギョイ、今までありがとうな。だってうん、なんかそれね、死ぬ前に言うんよ。ごめんけど、うん、やめて、死なないよ。うん、あと1分。今何時？ほんまや、あと1分やったね。ランキング読みます。13位はマサさん、12位はるみさん、11位ニコちゃんマーク、10位はジージリモン、9位はプトラビラレガワさん、8位ジコチャミクリン、ジコなんや、7位マッチ、6位ナミさん、5位ネル長崎勉強会、4位ポンポン、3位タカッピ、2位カズ、1位もちもち。お、もう1位に圧倒やんか。ありがとうございました。明日アベマさんです。お疲れ様でした。バイバイ、寝るぞ。